栃木の農村巡り。皆さんはじめまして。栃木県日光市で農業を営んでいる村野たすき25歳、絶賛お嫁さん募集中です。はあ、もうお兄ちゃんったら。皆さんはじめまして、私は村野めぐ。お兄ちゃんと一緒に農場を切り盛りしてる花の現役女子高生です。めぐ、突然だけど、僕は栃木の農村地域を PR するためにトチューバーになろうと思う。何それ。栃木の農村地域の魅力を動画で配信するんだ。素敵な景色に楽しい農業体験、美味しいグルメにショッピング、そして農家民宿などなど、栃木の農村には魅力がたくさんある。栃木にもっとたくさんのお嫁さん候補が、お客さんが来てくれるような動画にするつもりさ。なんか魂胆が透けて見えるような。栃木の農村の魅力その1、見る。栃木と言ったら、なんといっても大自然の魅力は外せないよね。その通り。平地と山地が仲良く共存しているから、季節ごとに異なる景色を見ることができるんだ。色とりどりの花や息を呑む絶景など、見どころが満載。私もカメラを持っていろんなところに行きたいな。写真映え間違いなしだ。今度撮る写真、SNS のトップ画像にしよう。栃木の農村の魅力その2、体験する。栃木の観光農園では、季節に合わせた農作物を通年で収穫体験できるんだ。一番はやっぱりイチゴ狩りかな。とちおとめは日本を代表する品種だよね。新品種のとちあいかは甘みが強くて、半分に切るとなんとハートマーク。かわいい。栃木の農村の魅力その3、食べる。メグは農村レストランって知ってる？農家の方たちが自ら料理を提供するレストランのことだよね。大正解。旬の新鮮な食材を楽しめて、その地域の農産物が理解できるから、土地の魅力を知るきっかけにもなるんだ。生産者と交流すれば、その地域の食文化も学べるね。食を通じて地域の活性化につながるから、今度一緒に行ってみよう。栃木の農村の魅力その4、買う。町の特産品を買うなら、道の駅や直売所がおすすめだよ。取れたて新鮮野菜がたくさん並んでるし、季節ごとに売ってるものが変わるから面白いよね。その他にもお弁当やジュース、ジャムなどの加工品もあるよ。商品に生産者の名前が入っているのも特徴的だね。生産者の自信作が集まっているんだね。栃木の農村の魅力その5、泊まる。ホテルだけじゃなくて、農家民宿もおすすめだ。その名の通り、農家に泊まれるサービスのことだよね。泊まるだけじゃなく、農業体験ができたり、農村ならではの料理を地元の人たちと一緒に食べることもできるんだ。土地の文化や習慣を知るにはもってこいだね。最近だとグランピングも流行ってきているよ。用意される食材は地元産にこだわっていて、自然に囲まれたロケーションの中で本格的なバーベキューを味わえるんだ。なんて贅沢なの。栃木の農村にはまだまだ魅力がたくさん。ぜひ実際に訪れて、僕のお嫁さんになってください。じゃなくて、その魅力を味わってください。はあ、やっぱり。よし、じゃあ私も現役女子高生の人気トチューバーになって彼氏ゲットしようかな。やめておきなさい、お兄ちゃんは心配だ。あんたが言うな。栃木の農村巡り、詳しくは公式ホームページを見てね。